まだまだね、揃いたいですけど。今の曲は何ていう曲ですか、先生？ラバクワという曲です。ナプアマクナプアグレイコ、ハワイで有名な女性シンガーね、ハワイの、クンハワイエコンっていうのでしたっけ、先生ですよね。ハワイの坂本冬美ぐらいの感じの人ですけど、ね、実力派で相当な、ごめんなさい、余計なことごめんなさい。じゃあ次は、あ、もうラストですか。あ、みんなで、あ、みんなでラスト、はい、あ、あれをね、あ、はい。で、ちょっと、なんかレクチャーみたいなのがありますね。あ、はい、じゃあちょっと、ラストに移行しますが、一回ちょっとじゃあ皆さんで。一緒に口ずさみながら
本当にプラは手話のような感じで、その通り日本語なのでとても分かりやすいと思います。で、出てくるのはお星様ですとか、で、そうですね、ちょっとじゃあ、振りをすることで、はい、じゃあ、先生の振りを見ていただいて、はい、星ですね、星は、星、はい、はい、クロス、はい、光るっていうのは、光る、ピカピカ。閉じ気味で、あ、ピカピカするけど閉じ気味で、ちょっと難しいですけど、はい、あ、もうほぼそのままのこうアクションっていうか分かりやすいですよね、手話よりもね、はい、体を使った手話っていうことですよね。まあ、スローな曲なので皆さんの踊ってるのを目で追いかけながらでも多分ついていけるぐらいのスピードだと思いますので、じゃあ皆さん最後はぜひ全員ご起立いただきまして、全員参加で、見上げてごらんの夜の、はい、おかみさん、はい、おかみさん、はい、さあ今回も行きましょう。スミッコ、スミッコにいられると思ったら覚えてくださいそんな裏方っぽい顔をできると思ったら面白いです。真ん中ですよ、真ん中。やっぱり、ね、こういう他の人もやる。素敵なエプロンの女将がセンター取りますからね、今日。アクション。一緒にやりましょう。皆さん一緒にやりましょう。どんどん前に出てきていただいて、プラをされてる方も多分いらっしゃるんだと思うし、はい、楽しかったですか？本当に真冬で今日なんかぴったりですね。本当に外はちらちら雪も降っておりますが、皆さんの心はきっともう今ハワイだと思います。ぜひお花の気持ちで、ね、みんなで暖かいポカポカなフラを踊りたいと思います。私もできませんけど今頑張ります。よろしくお願いいたします。ではご一緒に、皆さんご一緒に、さあ、踊りやすいとこにもうどんどん前にガンガン前に来ていただいて、もう言い出しっぺのおかみをこう取り囲んでっていう感じで、お姉さん、お姉さん、どう見ても先生っぽいかな。しっかり寝ましょうよ、一緒に。もう、ぜひ。中村さん、全員も旅の恥は書き捨てですから、恥じゃないんですけどね、踊りなんですけどね。そうです、みんなでやれば怖くない。もう恥ずかしがってる場合じゃないんですよね。先ほど聞いていただきましたが、前回の第1回目の真冬のアロハでステージを見せていただいたアンリミテッドトーンさんの、見上げてごらん空の星を、これで皆さん最後グワーって感じで終わりたいと思います。夜の
光がささやか、なし幸せを歌ってる。お客さんに育てていただけるイベントになっていけたらいいかなと思います。今回見ていただいて、どんどん次はこうやれよとか、ああやれよとか、俺も出せよとか、私も踊らせろよとかいう声を、ね、どんどんいただいて、もうただ見るだけではなくて、今のように参加していただけるイベントでね、八軒さんで定着していったらね、いいかなと思いますので、皆さんぜひ、はい、皆さんぜひちょっといろいろとご意見をいただきながら、この真冬のアロハが50年、100年と続きますよね。そんなイベントになったらいいかなと思います。今日は本当にありがとうございました。おかみさんからもちょっと一言。皆さん、本日はどうもご参加いただきましてありがとうございました。真冬のアロハでございますので、今年の12月になるのか、来年の1月になるのか、でもきっと必ず3回目の真冬のアロハを企画いたします。ぜひ次はですね、私も踊るわよっていう方、先ほどの龍さんのお話じゃない、私が歌うわよ、もう何でもありでございます。ぜひとも私最後呼ばれてって言いながら楽しかったですって言いながら下手くそやけど楽しかったです。その楽しさを皆さんと分かち合いたいと思います。ぜひ来年も真冬のアロハへお越しくださいませ。本日はどうもありがとうございました。
ヤシさんどうもありがとうございます。ユイさんありがとうございます。そしてモアラファの皆さんありがとうございました。ありがとうございました、次回はじゃあ全員アロハ着用で、我々のようにスースーしながら、イベントを楽しんでいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。中村の方のブルーハワイアンのパーカッション西原浩二、いやいやハワイアンフラの皆さん、そして不祥我々フォアロハウクレレでございました。最後にカブリお気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。またこの場所でお会いしましょう。